シュ、えーカドーはですね、えー、この9月の来月の22日からですね、えー、福岡のアートフェアアジア福岡2021に出展いたします。えー、とこのまあアートフェア福岡はですね、えー、と百貨店の阪急百貨店 あの博多駅に直結しております阪急百貨店で開催されます9月の22から26少し会期は、まあ、4日が長めになっておりますけどもこの博多阪急の7階 のです、ね。八階会場と七階のイベントホールミューズというところが会場だということです。えー、この入場無料ということですので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。えー、ま東京も含めてですね、関西の画廊約五十社が参加されるということで、週間道も週間道のラインナップ取扱いえずサッカー若手若手サッカーを中心にですね、非常に面白い内容で今企画を進めております。 この、えー、アートアジア福岡駅の直結した阪急でございますので、ぜひ、えー、お立ち寄りいただけたらと思います。えー、週稼働も東京と関西には、ですねいろいろゆかりがあって、あのー、お客様との触れ合う機会も多いんですけども、九州、なかなかあ行く機会がございませんので、ぜひこの機会にあの当社のブースにも寄っていただきまして、えー、週稼働のいろいろなあ面白しさ、知っていただきたいと思います。 アートアジア福岡についてのお問い合わせもいつものフリーダイヤルでお問い合わせください0120126から始まるこのいつもの番号でアートアジア福岡のことをおっしゃっていただければオペレーターご案内させていただきますぜひこの福岡のアートフェアにも皆様お越しくださいますようにお待ちしております